皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、1月の22日、18時2分、この間、皇居の方で、歌会が開かれてましたけども、自然と、前もって私言ってましたっけ、日本の、音楽業界のその今までの曲のそのベスト100というものを、自分の中で選んでこうアクセスできるようにしてたんですけども、この辺りに、65番が、この辺りにあるんですけども、このちょっと、上の辺りに、こうですね、日本の今までの曲ベスト100と、いろいろこうセレクトしていくうちに、100曲、これ超えるなっていうのが、もうグレイだけでもう20何曲あったりとかしますんで、かなりけど厳選して選んでるつもりなので、どれもこれも聞き応えはあると思います。基本的に、グレイでもその良い歌詞じゃなかったらダメだなっていう部分があって、嫉妬とか唇とか、誘惑、こういったところは省いてるんですよ。聞き方によったら、やっぱりちょっと、ダメなんじゃないかって思ったりするんですよね。最初の方はね、その、X の方の曲に関しては、もう、それ言い始めたら、もう一曲もなくなっちゃうんで。何曲か選ぼうということで、ヒデさんは、その X のギタリストでヒデっていう人がいたんですけども、昔、死んだことになった人なんですけども、いろんなことがあって、ミュージックステーションとかでやりすぎたところが、多分本人は生きてるんだと思いますよ。昨年12月28日、その皇居行った時に、その、警察官の人にね、その、安倍さんの件を説明した時に、そこそこ、年配というか、僕より年上の方が、それやったら、その可能性あるわって、その、12月2日、2021年、そこの晴れ間整骨院の横に、シーン待って車を止めていて、そこから安倍さん出てきたけども、僕も全然ちょっと肌の中入ってなくて、背の高い、怖そうな人が来たなと思って。ちょっと距離開けとこうって、これね、ほんと夜だったらもう、これ視力的にもそうなんですけども、顔はっきり認識できるのって、多分みんなそうだと思うんですけども、多分2メートル以内まで近づかなかったら、多分顔なんかはっきり分かんないですよ。遠くからだったら、思い込みとかで誰それ似てるぐらいの感覚とかみんなあると思うんですけども、結局その話さ。だから、淡井圭介の話、だいぶ知ってる人が、そういうことをおっしゃってたんで、ヒデさんという方も、多分生きてるんでしょうけど、死んだことになってる。他にもね、負けないでっていう曲は聞かれたことあると思うんですけども、ザードっていう方の、一人、ソロ活動なんですけども、ザードって。酒井なんとかさんだったんですけども、女性の方で。酒井なんとか、フルネームでいいじゃないかとか僕は思ったりとかするんですけども、ソロ活動なんだったら。その方もね、多分死んだことになった方で、ニュースがすごくて、手すりに座ってたらしいんですよ。で、そこで、落下して亡くなったっていうニュースなんですけど、高さ2メートル。いくらなんでもそれはそのニュース見た普通笑ってしまうからこれはね、例えば数年前に僕がこうテレビに向かって喋ってる言葉とかね、テレビの回線にこう割り込んでくるような形で、他の方とかが喋ってくるようなケースもあったんですけども、例えば河川水門開式だませのこととかを、その人は、弁護士さんの方で、多分兵庫県の方だと思うんですけど、弁護士会館で話した時に、この人の声、分かったから。
そういう時があったんですけども、笑いすぎて今何言おうとしたのか忘れてしまいました。申し訳ない。まあ、まあ、昔からこう、死んだことになって消えていかれる方、続出すねんけど。いや、他の人とかも聞いてるから、テレビに向かって、そのニュースにね、死んだ人の放送が流れた時に、こっちがフェイクニュースだって分かった、笑い始めるから、それ聞いてめちゃくちゃ怒る人たちとか見ましたから、よく考えた方が、それは違う、いくらんでもそれはない。日本の今までの曲、ベスト100のところも、まあ、まだ作りかけなんですけどね、まだビーズさんの曲とかも全然入ってない状態で、まだ僕が二十歳前後の頃にデビューされた方たちか、それより以前の、まあ、ボーイとか X とか、そのあたりからのこうデビューされた方で、まあ、僕は25、6歳までに、まあ、デビューされた方の曲だけで多分100曲出てくるだろうな。これもう日本のだんだんこう多分ここも名称変わってくると思うんですよ。日本の男性バンド版ベスト100とか、それがだんだんデビューした時期に変わっていって、こう、探せば結構すごい曲たくさんありますから、だからまあ、ここで選ばれてるグレイのその曲とかも聴いていただいたらわかると思うんですけど、結構グレイの皆さんで作っていただいてる曲は、まあ僕のことも意識していただいて、明らかにこれ作ってくれてるなっていうのはさ、プロモーションビデオとかで、明らかに僕が考えた内容に向かって返答してるんで、まあまあちょっと冗談聞かせてるような内容の、真面目には歌っていて、その辺のところがね、冗談だっていうところが、まあ気がつかないような歌詞にはなってたりするんですけども、君が生まれた時からテロが始まったっていうめちゃくちゃ 聞き応えあるんですよ。曲自体はね、すごくね 各メンバーが途中 お前やって言って真顔の方で 他の動画のところで、この動画、その曲ぐらいなんですけども、まあ、ちょっとその風当たりが強いというか そのきつい言い方に、まあ、一瞬見受けられるのはね、まあ、他の動画、まあ、心配りだいぶしていただいて、まあ、歌詞見ていただいたら、僕のその状況とかしてくれてる人たちだから。だからまあ、気遣って作ってくれてる。で、最初の頃、そのグレイの歴史って、そのハウエバーとかの曲はすごく、まあ、ヒットした時、まあ、実際その結婚式の時とかでも、ハウエバーという曲を選ばれる方たちはかなりいたんですよ。新郎新婦入場の時で、まあ、他にもこう、まあ、歌詞的にバラードの曲が基本的に、まあ、良い曲という位置づけに、良い歌詞っていう位置づけに、まあ、相手のことを思いやったりとかするから、まあ、どうしても、そういうふうな、心配りと言いましょうか。まあ、そういうふうな歌詞になるんですけども、そこで、そういう悲しい歌詞で、曲も悲しい曲ばっかりになったら、本当にひどい目に遭った人は、聞いてられなくなるんですよ、本当に。いろんなこと込みで。で、だから、もっと活力のある、元気のあるような、こう、曲調にしなかったら、これ無理ですよっていうことで、これはもう僕は二十歳過ぎの頃に、申し上げていて、まあ、これはグレイの皆さんだけじゃなくて、まあ、僕と関わった、まあ、バンドの人たちとか、まあ、他の音楽業界の人たちとかも、まあ、そういうふうに作る傾向がその後出てきてるんですよ。で、まあ、ちょっと、まあ、下品な、ちょっとそういうふうな歌詞はなしって、唇とかジェラシーとか まあ、嫉妬とか言ってジェラシーだったと思うんですけど、
あと誘惑に関しても誘惑もする。それ浮気なんちゃうんっていうことになってしまうでしょ。だからその辺のところはね、まああの ラルクアンシェルから先の選んでる曲に関しては間違いなくしっかりした歌詞なんですよ。その辺のところで、ね、その選考基準とか僕の中でしっかりとしてあって、でちゃんとねこれ歌詞が綺麗な時ってね、みんな髪の毛染めてなかったりしてるんですよ。で、あと曲的にも、髪の毛染めてない時の方が、もう本気で絶対作るっていう方向性で動かれてるんですね。グレイとかラルクとか。で、まあ、まあ、そういうようなところとかも、理解してもらって、まあ、聴いていただいたりしたら、まあ、聞き応えあったりとか、ああ、そういうふうに音楽業界動いてたんだっていうことが、まあ、ご理解していただけるんじゃないかなと思います。今日、まあ、自分で意図的に作ったわけじゃないんですけども、まあ、綺麗な顔になってたんですけども、寝転んでテレビ見てもらっちゃう。こんな顔。ある程度、報道番組だけじゃなくて、その、例えば、この間、先週、ジャンクスポーツ。日曜日ですかね、あったのが。日曜日かな、土曜日か、ちょっと何曜日かも忘れたんですけど、ジャンクスポーツという番組を、録画していて、まあまあ、プロ野球選手とか出てるんで、まあ、いろいろ気になって、まあ、テレビつけて、まあ、うん、まあ、そういうのも、やっぱりどうしても見たいものは見たいし、ある程度コミュニケーションも、交わせますから、でまあ、その意思疎通と、まあ、どういうふうなところがうんぬんっていうところとかもありますし、まあ今回のその動画、その今日の綺麗な顔の時の顔で撮影したかったなっていうのは、まあまあちょっとぐらいはねありますね。でまあまあまあいろいろ曲をセレクトしている時に、まあ、ちょうど皇居の方では歌会ということで、まあ自然とこう息が合ってるなみたいな形で、まあ、思ったりもありましたし、まあ、その辺のところは、うん、動画で伝えておきたいな、記録に残しておきたいなと思って、撮影いたしました。本当は2日前ぐらいに動画アップロードしようと。曲選び出したらもう途中でやめれないんですよ。どっからどこまでの曲チェックしたこれ分かんなくなったら大変なことになりますから。で、うん、そう、一応その選んでる曲一通り一応聴いてるんですよ。それだけでも何時間もものすごい時間かかりますんで、まあまだ100曲はないんですけどね。まあ以上です。結局この辺のところが動画の再生回数見たらびっくりしますよ。例えばグレイの曲で風に聞こえないでっていう曲ですかね。再生回数2万回か3万回かそれぐらいなんですよ。まあシングル CD じゃないんですけども、もともと発売されたのが、まあアルバムの中に入ってた曲なんですけども、もう全然他のシングル CD と見劣りすることなく、まあもともとアルバムの中のこの曲っていうような形で作られた曲だと思うんですけども、動画の再生回数がものすごく低くても、ものすごく高いクオリティの曲はありますよと。まあ最近、うん、まあ、結局マーケティングプランがうまくいってるから、海外進出で、その動画の再生回数がね、まあ、9000万回突破してる動画の曲とか聞いたんですけども、もう全然、追いつけてないんですよ。まあまあまだ若手の方たちなんですけども、もう全然こっちの、僕の方で選曲させていただいたグレイの曲の方が、もう全然はるかに上ですね。多分もう倍ぐらい上ですね。だから、必ずしも動画の再生回数イコール、実力を物語ってるんじゃないんですよ。あと、歌詞のクオリティ。まあ、そちらのその9000回を突破してる、その動画、若手の方の、もうちょっと名称忘れましたけども、曲名とか。綺麗な歌詞ですよ。うん、すごく真面目で、まあ、まっすぐな歌詞なんですけども、曲調とかがやっぱり物足りない。その曲調だと。正直、世の中にありふれてる。これはまあ、まあ、30歳、40歳ぐらいまで生きてきて、多くの曲を聴いてきた人間、何百曲、1000曲を突破するぐらい、曲を聴いてきた人間からしたら、
その曲調じゃ本当は世界では通用しないよっていう基準が本当は見えてきてるはずなんですよね。だから若い人たちとかのその、うん、一つのその今の10代20代とか、まあもしかしたら30代の人たちでまだ知らない方たちとかに向けて、まあぜひ聴いていただきたいなっていう部分と、まあ聴けば絶対、あ、この曲すごいなっては思ってもらえますね。そういった曲は、まあグレイの曲やラルク・アンシエルの曲、まあ昔の、まあ、バンドマンの方たちの曲にはたくさんあるということですね。まあ、カッポ様とかマコ様も若いし、久人様からしたら、すごく新鮮なんじゃないですかね。特に久人様、まあ、多感な時期と言いましょうか。まあ、物事の見方として、まあ、デビューした時期とかも載ってるんで、あ、だんだん、曲が綺麗な歌詞に変わってきてるんだなっていう、まあ、そういうふうな、水面下での僕からのあの文言とか、型破りなところのジャンヌ・ダルクっていうバンドが出てきて、もうそこも最初の頃、インディーズの頃とか、とんでもなくめちゃくちゃな歌詞とかあるんですよ。こんなん出していいのっていうの。で、そこからだいぶだんだんこう、プロ生活を1年2年と続けて行くうちに、まあ、いろんな先輩たちから、あれこれ言われて、まあ、綺麗な歌詞に変わっていって、曲調も綺麗になっていってると。そういうところ気づいていただいたらね、やっぱり、人間のその、心の持ち方が曲調にもやっぱり現れる。で、それプラス、技術とか、知ってることが多くなかったら、いろんな音とかを知ってなかったら、いろんな楽器とか、イメージできなかったら、ああいう風に曲は作れないっていうところまで、やっぱり数年、活動されてるバンドマンの人たちのはやっぱり明らかに実力上なんですよね。いろんな音使ってるんで。知ってることが多い。知ってる引き出しが多い。だから、あとそれと、その楽器の使い手の人たちの、その協力者。例えば、一流のピアニストだとか、バイオリンを弾ける人だとか、まあ、和楽器バンドさんでしたら、例えば尺八だとか、日本の琴とか使用して、まあ、和楽器っていうその名前のバンド名に合わせた内容で、そういうふうに、まあ、もともとそういったところは取り込まれてる方がいなかったところを、そのうまく、表現できてる。どうしても苦手きてる部分とかあるんですよ。で、多分これプロの人が気づいてこれセレクトしてるんだろうなっていう、もしくは僕から、まあ、ちょっともうこの人たちももう売れてないけども、こういういい曲ありましたけども、こっから新しい曲作りますみたいなこと、昔二十歳ぐらいの頃言ったこともあるんですよ。22歳ぐらいの頃ですかね。で、まあそれで、まあ多分それで作ったんちゃうかって、これ曲調ほとんど同じそういう動画とかもあったりするんですけどね。全然違うバンドの、もう、ほぼ一般の人たちは知らないっていうバンドの方たちの、その曲をベースに、これとかあれとか。これもともとここ始まり。うまくみんなでずらしていったんで、その中の一曲。いや、まあ、グレイまでたどり着いたこれ完全に別物やけどもっていうような形になってるんですが、一応ね、まあそういう動画もいずれアクセスできるようにしようかなとは思ってます。まあそういうところもね、楽しんでいただけたらなと思います。まあまあ、歌会のところプラス、まあこの間の件のね、その暴言みたいなとこがありましたので、まあまあ、主役関係と言いましょうか。もうこの結婚話とかでメンタルボロボロになったらもう、文人様とか成人様と話がしたいになってくるんですよ。男同士で話がしたい。本当に。いや、本当に本当に。もうなんかもうそんな感覚になるんですよ、本当に。もう本当はもうこれ30過ぎの頃から言い始めてる。もう横通り過ぎれば通り過ぎ事態を悪化させる以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあよかったら聞いてみてください。以上です。